このビデオではブリッツリポートのパラメティのさらに高度な機能をご紹介します。例えば、おとなるアンカースタイルの使用方法や、当的 SQL の使用方法、様々なリストオブバリューのスタイルの使用方法、一種する注意と動的なデフォルト値の使用方法などです。それでは、テストレポートから始めましょう。ブリッツリポートのフォームには行きます。この間です。アプレストレポートについて説明し e t h i セットアップ画面に行きましょう。 こちらでは AP Supplier Table からで ETA を選択するクエリがあります AP Supplier Table から2つのカラムと AP Invoice の全てのカラムを取得しています前回のセッションからパラメータタブにはすでにパラメータが設定されていますサプライヤー名、サプライヤー番号請求書の被覆、開始終了等作成日のパラメータがありますこれらのパラメータは通常パラメータ名とはクロード制限で構成されています そしてここにアンカーを参照していますね。アンカーとは SQL クエリの中でプレスホルダーの意味です。SQL クエリを見ると1 equals a n と書かれています。このアンカーは SQL クエリ内のアンカーを参照しています。実行詞には、例えばこの場合のサプライヤー名のオプショナルパラメータユーザーが C を入力すると、このワークロードを1投資一の直前に参入してデータを処り込むようになります。 そして H アカーの役所なる種類があります。私たちはこの1イコールインスタイルだけでなく、レキシカルやダイレクトバインドも使うことができます。これらの役所なるアンカータイプは、私たちの Web ページにある開発者ガイドに記載されています。あの開発者ガイドによって、セクション1 0 2にアンカーとバインドをチェックすれば、ここに異なるアンカースタイルが見られます。条件子が1イコール1、2イコール2などがあります。 通常、デフォルトでとも利用されるのはウェ e r グにある1コル1や2コル2といったアンカースタイルです。しかし、レキシカルも使用可能で、他のレポーティングツールやオラクル標準レポートと同様に、レキシカルを利用すると、SQL テキストの特定のセクションを置き換えることができます。SQL テキストの全体ではなく、特定の SQL テキストで置き換えたい部分があるときは、レキシカルを使いましょう。また、直接 SQL クエリにバインドを使用するスタイル、 つまりダイレクトバインドスタイルもあります。これも使うことができます。違いについての表もここにありますので、一つ例を見せましょう。では、まず、新入生名パラメータでレポートを実行してみます。現在、作成時のデフォルト集が設定されていますので、そのまま実行するとフィルターされた、作成日を反応した DHCP の SQL クエリーがパラメータタブに自動的に挿入されます。 こちらのパラメータタブの SQL セクションで表示されている SQL クエリです。結合未封からの条件が自動的に参入されました。そして Anchor1="in" と参照するのは、ブリッツリポートガードの位置にこの SQL クエリのテキストを参入する必要があるかを知るためです。例えば大きなクエリで、ユニオン・オールがたくさんある場合、同じパラメータに対して異なる位置でバックロス制約が必要になるかもしれません。 その場合、異なるアンカーを設定できます。例えば、1イコールチャースキーやスニーコール支援、または5イコールなどです。そして、バック,クロスが異となる位置に挿入されるわけです。例えば、新しいアンカースタイルとして、楽投資ルーを入力してみましょう。スプライヤーナンバーパラメータに、6ーコールーズ、6アンカーを指定してみましょう。ユーザーがスプライヤーナンバーパラメータを入力すると、 例えばこのケースでは Goray p l a 製品が2022年の請求書を持っていることを願いましょう多分ないでしょうね見てみましょうああ本当に請求書がありますねそれじゃあパラメータを見に行きましょう ウェギのところでョン B のウェアギはこの1イコール1のアンカーの前に参入されていますがサプライヤー番号のウェアギはここの6イコール6のアンカーの前に参入されています。これがアンカーの使い方です。ですから SQL クエリーの駅のあった位置に異となる SQL テキストが入るようにできるわけです。では1イコール1のアンカースタイルについて説明します。 これが最初のタイプですね。こちらです。でもね、私たちは歴史カルも使用することができるんです。歴史カルを使えば、レキシカルを例えば、ウェアギュに入れることができます。このクローズの中に参入したいっていうことですね。例えば、利用者が死入1名を入力した場合には、 このウェアウェイ競争のように参入されますです。この記別物の部分にはエンドキーはどうと改正がないんです。それもちゃんと追加しましょう。これがショップな違いです。シュリムヘルスケアというサプライヤーミーを入力した場合、この条件キーが SQL クエリーに参入されます。さて、もう一度 SQL クエリーを見てみましょう。 がありますこのウェルイチュアは SQL クエリ内のレキシカルの位置に参入されています。この方法も使うことができますし、例えば、So, d a n e Forex, a c h a n Gyous, e n a n a n n d n i s のレキシカルと比較して、わざわざ a n d キワはどう制限の最後に追加する必要がないのはとても便利です。なぜなら、 席として AND が最初に来ることもあれば、最後に必要となることもあり、そのドックに正しいやり方を考える必要があるからです。でも 1=1 のアンカースタイルを使えば、この問題は解決します。なぜなら鼓動が自動で AND と改正を SQL テキストの最後に参入するからです。通常、私たちは SQL をダイナミックにして、例えばベンダーのための追加カラムを SQL クエリに含めたい場合に、これらの歴史カルを使います。 そして追加のパラメーターを呼び出す必要があるとしましょう。いや、これは間違った方法だ。まず歴史カルを追加しよう。例えばこの位置にサプライヤーの追加の列が欲しいとしよう。絡むとしてね。これはプレイスホルダーだからこれを取りなそこう。 ユーザーがこれらの追加の列を表示したいかどうか選ぶことができるように投的にしたいんです。もう一度参照させてください。それで実行すると、実行時にはどうなるかというと、歴史カルは単に取り除かれ、SQL クエリーは以前と全く同じ状態になります。 いやでは、レキシカルがなくなることを説明しましょう。これは以前と全く同じクエリです。しかし、ここでダイナミックな操作をしたい場合は、例えば追加のパラメーターサプライヤーの詳細を表示をーソを作成することができます。例えばね、このレキシカルを参照して SQL テキストを入力します。頭の中では全てのカラム名を覚えていないので、 その次にトーを使用して AP サプライヤーズから、そしてカラム名 APS が欲しいです。例えば、ベンダータイプのルックアップ行動と、例えば、ペイグループルックアップ行動例えばその他に、制服方法の検索コード えっと、これらの追加の3つのカラムを見たいとしましょう。その場合、このレキシカルの SQL テキストにそれらを入力することができます。そして、ユーザーがこれらを見たいかどうかを決められるようにする必要があります。でも、それは、すとは、それ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 れは、そ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 れは、は、れ その SQL テキストを挿入します。<noise> オステスポイントズン2の列が表示されるようになりました。列はどこですか <noise> ベンドタイプのルックアップコードだけが表示されます。 テンプレートの話でしたね。前のセッションで作成したテンプレートがあるので、それを外してみましょう。そうすると全てが表示されるはずです。なぜならテンプレートは特定の列だけを表示していたからです。これでさっきの追加した3つのカラムが見えるようになりました。もしユーザーがそのパラメーターの初期を空白にしたらこうなります。 その,時のときの SQL o p チームを作るか c h r できるアスネルで p i AP レポートのように、ユーザーが請求書のレベル、ヘッダーレベル、ラインレベル、または配布レベルでレポートを実行するかどうかを決定できるようにします。この動画では、請求書レベル、ヘッダーレベル、ラインレベル、分配レベルでレポートを実行するかどうかを選択できる請求書とラインレポートについて説明します。ユーザーが入力したパラメータ設定に応じて追加情報を表示します。 タルスクエースクロマスクズ画面メニでココンドサプライヤー、小数のク的やでパラメーターがありますが、これにはリストのハメが設定されていません。キャラクタータイプだからです。チュドジョスオンこのようなオノフ切り替えパラメーターにはオラクル標準のリストの地を使わずに、ただハイというカスタムリストの値を用意しています。この一つはこちらですね。371回と非常によく使われています。そしてーは空白化なしのみです。つまり、 SQL クエリーには実質的に一つの C だけがありますね。ここには単に選択しています。DR から CS を選択するだけの単純なクエリーがありますが、これには大きな利点があります。この方法だとユーザーがダブルクリックするだけで、まるでチェックボックスのように機能し、余計なタイピング時間を解約できるので、非常に便利です。ダブルクリックを後ろでで繰り返ると意味が表示されますが、そうでなければ空白のままです。そしてそれを表示しない場合についてですが、レポートツルで 従来的に使われている3つ目のアンカータイプにはダイレクトバインドもあります。SQL クエリの中でバインドを直接使用し、ここで参照することができます。例えばここで w h e r e i を使う代わりに、て <noise>、さて、め、かんばやし、Where に直接書いてみましょう。ファイ にハレスーーそれをバインドネーム2と呼びましょうこんな感じにすることができますバインドを参照する必要がありますパラメータタブにてこちらのようにアンカーイコール1を参照する代わりに直接このバインドをこうして参照しましょうこれでうまくいくはずです 2022年以降の請求書があるか確認してみましょうさてこの方法も機能しますがオプションのパラメーターのように空白のままにした場合データが取得されないというデメリットがありますなぜならデータが表示されないのは統合があり統合とヌルルを比較した場合真の条件にはならないからですそのため開発者はよく NVL 構文を使用します 例えばこのようにします、NVL。ペンダミングインデックスを使用できなくなります。 サプライヤーでターに関しては小規模であれば問題ないでしょうが、大量のトランザクションでターがある場合は、この NBL はよくありません。そのため、オプショナルなパラメーターで直接バインド方式は使用しません。この固定詞1イコール1を使用するんです。そして、You say, カミンクスイス、グジスニュディセサムソア、フェノミト、エグフロスをニュシング、You say, ファミサーオトリセアにュースリクワン、ワクロス部分のゼニュサイスフェク。 パフォーマンスの面から見ると、こうする方が良いですね。これをもう一度逆出しましょう。これ、サデーのアコーユーは似通しいという参照に戻しましょう。ですが、マナサビバッククローズが必要ですね。AP サプライヤー名がベンダー名を似通しいとします。そうですね。2 <noise> ン<声>、2面、2 <noise> 面<声>、2面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 。You buy S&T b i ン d e r s とは何て呼んでもいい。ただ、一つだけの制約があります。 そのバインド変数を一つの文字列内でのみ使用することです。違うパラメータで同じバインド変数名を使ってはいけません。と同時に両方入力された場合、デターベスがそれぞれに同じ詞を使用するため、競合が生じます。ですので、このようにすることができますが、同じバインド変数名を使用することはできません。このパラメータについて説明しましたね。歴史カルはもっとダイナミックにモディへ行きます。こちらを見せましょう。 このアイタオイデオの AP サプライヤーの定番レポートを見せる社長。今夜にはいくつかの追加力があります。例えばこの1コルチのアンカースタイルを使用しています。で、例えばここに連絡線を表示するというパラメータがありますね。これにはハイ、はい、という字がリストされています。ユーザーが連絡線情報を、モサイかどうかを選択できます。デフォルトではオフになっていますが、ダブルクリックすれば連絡線を表示するようになります。 基本的ににスイッチがオンになるんですね。SQL クエリを見ていきますので大きくしてみましょう連絡線のレキシカルはどこですかここにありますつまりまずは連絡線用のカラムがありますねでこちらでは連絡線情報に必要な追加のカラムが挿入されていますそしてまた別のレキシカルがここにあるはずです サブクエリ内の連絡線ってブルーについてです。これは PO ベンダーの連絡線ビューもしくはティブルーです。そしてその、レキシカル外で入力された場合、ソララ C、ソーラ、エントワチュインの条件となります。そうでなければアビなので、このクエリーはデータを課しません。おそらくこのクエリはメインクエリのさらに赤アでアウタージョインされるのでしょう。 それなのにで他にアクセスされないんですよ。こちらがオートジョインされてるんですから。だから、これがどういうふうに機能するかというと、もし空白のままにしておけば、連絡線情報は表示されないんです。でもこうやって入力すれば実行してみましょう。大きすぎないといいんですが。テストシステムでは小さめですが、サプライヤーサイトもあるので、今度こそ連絡線情報が表示されるはずです。SQL クエリが少し大きい場合は、Excel ファイルで確認するのが不便かもしれません。 そんな時はログファイルを見ると SQL クエリ全体が確認できます。そして最初にバインド詞が使用されているのがこちらです。例えばパラメータ詞にコンタクト表示、イエスがあり、ユツが内部紙として使用されています。またビジョンオペレーションがオペレーティングユニットのために入力されたパラメータでバインド変数名はコロンアンダースコア次にオペレーティングアンダースコアユニットです。 そして今、私たちが見ることができます。クエリを見ると、ここにサブクエリがありますね。これです。小コンテキストとして、小ゼスタチョウ Y という文字が参入されて、それが真の条件になります。それでユーザーが選んだ場合、追加のコンテキストカラムも同様に追加されます。<noise> 同じパラメータで2つの位となる歴史カルを持つことができるんです。パラメータ名は小コンテクストですが、ここに2つの位となる歴史カルがありますに、ね、こちらが最初の小コンテクストですね。 このように同じパラメーターメースを持ちながら行う SQL インジェクションをこちらの位置で使用することができます最初のレコードだけが表示順を持ち他のレコードは持たないのですさらに別のものを挿入して別のアンカーを参照し例えばこちらに このハンディエディ d i t s a s p a r a の説明の SQL テキスト枠異なる位置に使用することができます。それでは戻りましょう。このテストレポートの方が少しシンプルなのでこちらで説明しましょう。まずこれらのパラメーターに関してもう一つ説明する必要があります。 ここにマッチング詞のカラムがあります。つまり同じパラメータのフに対してユーザーが選択した詞に応じて異なる SQL テキストを参入する必要がある場合があるということです。例えばこの AP Invoices and Lines Report を見てみましょう。この力は良いですね。こちらには供給業者の請求書でタ 供給業者の名詞データ、また供給業者の請求書配布名義データがあります。ユーザーが実行する C パラメーターがあります。もうセピュウエス表示レベル、現在まさイマ対応者を実現するにはクリックします。いない声にはまずヘッダ・ジョン、ライン・ドス、ラインと分プラスイの3つの役なるレベルがあります。ユーザーが選んだレベルに応じて、ここにある歴史カルに異なる SQL テキストを挿入します。 表示レベルはシーケンス40ですね。例えば、うん、ディスプレイシークエンスが設定されているのは、一つだけで、他はディスプレイシークエンスが設定されてないけど、異なるレキシカルを参照してるんだ。で、これらのレキシカルはメインの SQL 内にあるんだ。メイチコーチスモースカーシー複雑な違いがあります。レキシカルがどこにあるか見てみましょう。 例えば、経年度別のバケットがありますし、請求書の詳細カラムもあります。ここに DFF カラムや分割、セグメントのカラム、成年度別のバケットがありますね。そして、例えば、配布で他を表示するかどうかを決定するパラメーターなどがあります。それはどうやって機能するのか、マッチング値について説明したいんだ。ここにいろんな歴史カルがあって、例えばこれは、 イインボイス詳細カラムでね、ここに入る SQL テキストはラインレベルの線照系に関するものだ。この部分はまだヘッダーレベルに見えますね。えー、よくわからないけど、右側で調べてみましょう。うん、これはもうラインレベルですね。 ここ、右側にあるのが、マッチングバリューの仕組みです。SQL テキストを投的に挿入します。しかし、ユーザーが Lines and Distributions という詞を入力した場合には、この長い SQL テキストを使いたいでしょうし、そこには真上に分配カラムも含まれています。これがユーザーが選んだ詞に応じて、何の SQL を実行するかを区別する方法です。詞を入力すると、SQL テキストが投的に挿入されます。しかし、Line と分散の詞を入力した場合、より長い SQL テキストが必要です。これには最後にハイフスも含みます。 これによってユーザーが選択したセミに応じて、異なる SQL を実行するかを区別できます。ユーザーが選択する t ジに応じた SQL をどう実行するか、それを定義することができます。ワイルドカードも使用できるので、それにより Line もしくは Line とディストリビューションのいずれかになります。このようにして機能します。 SQL テキストは性的ですからどのカラムが例えばカラム名など全て前もって分かっていますしかしメトリックスレポートを構築したい場合やフレックスフィールドを統的に作成したい場合はどうでしょう例えば私たちの財務報告で使っているチャートオブアカウントやレポートのフレックスフィールドのように事前にカラムがわからない場合はそのダイナミック SQL を使うんですそしてこちら例えばレジャー用のパラメータがあって それから、配布セグメント列のためにレキシカルを設定します。加工客には募集となる漢中化目標がありますので、それを可能にするためにレキシカルを使用しています。SQL テキストには SQL クエリが含まれていて、それはセレクトで始まります。したがって、セレクトで始まるものはすべてで、実際のレポートを実行前に動的に実行されるわけです。では、トワードでこのクエリを実行してみましょう。そうすると何が行われているのかがわかるでしょう。 このクエリは皆さんのキーフレックスフィールド設定を調べるものです。もしかしたらセッションコンテキストを初期化してないからかもしれませんね。もう少し簡単なラを見てみましょう。 例えば AP Supplier Report にはダイナミック実行を持つパラメーターがあります。これは DFF カラムです、ね。この部分では関数から選択される Select Query ククが実行され、その関数は Flex Feel r 設定の SQL テキストを返します、ね。To Do でこれを実行してみると、クエリから戻ってきた SQL テキストの内容を確認することができます。クロップが戻ってきたんだけど、それはつまり クロップが DFF 設定用の SQL テキストを返すんだ。だから例えばサプライヤーティーブルのアトリビューと14がこのアトリビューとかラムにマッチしてるの。で SQL クエリを実行するときにはそのパラメータをイエスとセットして走らせてみよう。SQL クエリではこういう DFF コルムズと呼ばれるレキシカルがその DFF に統的に主観されます。 これをログファイルで確認することもできます。これは当的な列です。この結果、ABS 書世14、これが当的な部分です。これが実際のレポートが実行される前に、 当的に実行される SQL クエリの処理から得られるものです。そして、1の SQL クエリには、単に DFF ネコレムスというプレスホルダーがありました。例えば、ブリッツリポートの機能を実際に見たい場合は、既存のレポートを参考にすると良いでしょう。それでその使用方法がわかりますから。それでは別のリストの詞の種類についても見ていきましょう。こちらには、 ブリツツレポートのリストの詞、カスタムリストの詞、オラクルのリストの詞がありますね。ではテストレポートに立ってみましょう。このレポートです。ここでは私たちの標準レポートを変更することなくカスタマイズすることができます。様々なタイプがあって、例えば私たち独自のカスタム。私たちのブリッツレポートのリストオブ。 バリューのタイプは最初の2つですが、オラクル標準のリストオブ、バリューのタイプも使用できます。エロボラクルを選ぶと、オラクルの全てのバリューセットのリストが表示されますし、間違いなくサプライヤーやベンダー用のバリューセットもあるでしょう。さあ、見てみましょう。このものですね。ここに利用回数の列がありますが、それはぶりつつレポートでこのサイセットがどれだけ使われているかを示しています。このサイセットは人気があって、すでに21回使われています。では、これを選んでみましょう。 そして SQL クエリを確認できます。こちらのローブクエリをクリックしましょう。そしてこれがブリッツリポートのリストオブバリューを自分たちで作った理由です。既存のリストオブバリューでは柔軟性に欠ける部分があります。例えばリストオブバリューのクエリを変更することができないし、そのサイズも非常に限られています。そのため自分たちで独自のタイプを開発しました。さらにこのクエリの定義を変更する場合、オラクルの標準バリューセットにアクセスしてそこで変更する必要があります。 不便なことや限界もあるんで、弊社独自のリストオブバリュータイプを開発しました。それでこれから変更することができます。オーラクルの標準リストを使う代わりに l b カスタムに切り替えて同じクエリを保持することもできますが、それによってブリッツレポートのリストオブバリュータイプを使い、クエリを例えば修正することができます。スタートエン and if y 関心ツクオン o n s t a n ブリッツレポートの足のリストタイプを使用するようになりました。 またここで例えばリストから検証すると、表示前にフィルターするというパラメータを変更することもできます。しかしこのクエリの説明をする前に、これらの機能がどのように機能するかについて説明することが重要ですが、まずはこのクエリについてもう少し詳しく見てみましょう。リストオブバリューには常に2つのカラムが必要で、そのうちの1つはバリュー、もう1つはディスクリプションと呼ばれます。これが必要なカラムです。そしてオプショナルで ID カラムを最初に設けることができますが、それはオプショナルなのです。もしそれがなければ、死はそのまま、先ほどの地列にあるこの死者、 この場合はベンダー名がここに作ったバインドに放されるわけです。ここには入ってますが、もし前頭に ID 列をこういった形で使用した場合、ID 列は地列の直前に追加する必要があります。つまり、最後に追加することは許されず、地列の前に追加する必要があります。ID 列を利用するということは、このクエリを実行してそのパラメータを制限する場合、 ベンダー ID がこのバインドに返されるという意味になりこれまでの方法ではうまくいかなくなります従ってこういった場合は次のように変更することになりますベンダー ID をベンダーミングの代わりにしても問題ないはずです例えばシュリアムヘルスケアなら請求書があると思います、えー、まだ機能しているのがわかりますねで SQL を見てみるとまあバック,クロスがこんな感じで参入されちゃっています これはロブカスタムタイプですね。ロブカスタムっていうのは再利用可能な名捨てがないってことです。つまりこのリストオブバリュークエリーは今はこの特定のレポートでのみ使われてます。修正しても他の部分には影響がないですが簡単に再利用はできません。もし異なるレポートや異なるパラメータで使いたければこのボタンをクリックします。そうすると標準のリストオブバリュー性を作成することができます。 例えばサプライヤーテストリストオブバリューとして定義できますね。サプライヤーこれが私たちの標準的なものですね。47回も使われています。もう一度これを選んでベンダー名に戻しておきましょう。そうすればちゃんと動作します。もう一つお見せしたいのがこの二つのチェックボックスです。 一つ目はリストからの検証というもので次は表示前にフィルターですもう一つ説明するポイントがあるんだけど性能に関する話だから大量のリストの範囲のためのこの二つのチェックボックスから始めるよディスプレイ前にフィルターをかけておく必要がありますだってこれを設定しないとねちょっと外してみせるよ実行すると、うん、ブリッツリポートのフォームを開いた時点でこれではすでにリストオブバリューのクエリが実行されているんです それがすごく大きいリストだと、トランザクションのデータセットが大きい場合、処理が完了しないこともあるし、フォームのメモリが足りなくなって、リストオブバリューを表示できませんっていうエラーメッセージが出るか、またメモリ不足でクラッシュする可能性もあります。表示面にフィルターを設定する必要がありますが、キバーは今の方が使いやすいということです。つまりリストの守備が十分に小さければ、このフィルターをオフにするべきです。 それはバックエンドで急に読み込まれているので、サプライヤー名をダブルクリックするだけですぐにハミのリストが表示されますからね。サプライヤー名をダブルクリックするとこのようにリストオブバリューが表示されて、荷道を入力したりタイピングをやめたりできます。例えば文字を IE と入力してタップすると表示された2秒を直接選べて便利です。フィルターをオンにしている状態だとパフォーマンスが症状するからです。ブリッツウェイプラットフォームで開く場合、 いや、ポンメヤだ。まだクエリーは実行されていません。ここにパラメータ C を入力してからシビのリストをクリックすると、クリックした時に初めてクエリーが実行されます。今ダブルクリックすると、このようなポップアップ画面が表示され、大きなリストを制限するため C を入力してくださいというメッセージが出ます。そして C を入力できます。 でそしてこの瞬間にクエリーが実行されるんですが、これはパフォーマンスにはずっと良いです。でも使い鑑定としてはあまり便利ではありませんというのもこれではダブルクリックが使えないからですで。これが一番の違いですね。このチェックボックスを変更した後こう変えると、このリストのハエは共有されているので注意が必要です。 つまり、この特定のレポートだけでなく、他のレポートでも使用されています。この使用済みボタンをクリックすると、うん、このシェアリストを使用しているすべてのレポートやレポート、パラメータのリストが表示されます。直接そのレポートに移動することもできます。例えば、ここでサプライヤーパラメータ内のインボイス、セフグ、レポートがそのシェアリストを使用していますので、クリックすることができます。そのレポートに直接移動し、サプライヤーのパラメータにアクセスします。 それを使用している場所を確認し、テストレポートに戻りたい場合は、このようにして戻ることもできます。ナビゲーションに戻るためにこれを使用します。それとは別に、使用状況をナビゲーションに加えて全文検査機能もあります。例えば AP というテーブル名を知っていて、すべてのサプライヤーのシリストを探したい場合は、全文検査を使用できます。例えば n、ね、サプライヤーというテーブル名を入力すると、 そのティブル名を持つすべてのリストオブバリューが表示されますね。これにより既存のリストオブバリューを簡単に見つけ、例えば中腹を避けることができます。そのボタンを使用してあらかじめ表示するフィルターの話でした。そしてリストから検証のチョンボを n i t のチェックボックスではワイルドカードが使えるかどうかを定義しているんです。それがもう終わりでした。 チェ,チェックボックスがオンの場合、単へ例えば文字 A をタイピングすると、ただ一つの有効なスイッチを選ばなければならず、ワイルドカードは使用できません。例えばこのようにすることはできません。ワイルドカードを許可したい場合、マイクオース、オンキ、例えばイコール記号の代わりに、Like 条件を使いたいとしましょう。それに大文字小文字を区別しないようにするかもしれません。では、レンダーメンクの検索条件を Like で、 このバインドの上でおそらくユーザーがワイルドかどう使えることをわかるようにサプライヤーをライクマと記入しましょう。その後、えっと、オーチェックボックスも変更する必要があります。だからここのチェックボックスを変更します。そして標準のリストの定義を変更したくない場合、例えば最初にカスタムに切り替えることができます。 これでもう標準のリストには営業しなくなります。なぜならこれはこの特定のパラメータだけのためです。ではチェックを外してどのような違いがあるかを見てみましょう。例えば8%と入れてみます。すると8%で始まる供給業者の全ての請求書を見つけ出すことができます。ログファイルを閉じておきますね。処理ファイルはどこにあるのかなこちらです。ご覧の通り、これらは全てインチ8%で始まるサプライヤーの請求書です。 ワイルドカードを使用することはできますが、一然としてネー、ね、サイのリストアなこのように使用することができ、そのまま機能しますね。また例えば %A と B% のようなトリックもできます。B% のように入力した場合、複数の肺をチェックする必要があります。 ブリッツレポートはこのような入力を自動的に like 条件へと変換します。例えば A を含むサプライヤーがあれば、ここに見えるように B も含むサプライヤーもいるわけです。そしてここで SQL クエリを見てみると、はい、ご覧の通り、元々のウェア局に変わりディア、d or 条件が設定されています。 ブリーツリポートは複数詞を使う場合、自動的にクエリテキストを複数値の条件を使用する条件文に変換します。 では、リストのオプションはリストからの検証。表示前のフィルターという役なるチェックボックスの説明をした後、次に見ていくのは依存関係の設定です。私たちはリストのイビアデフォルト紙に依存関係を持たせることができます。リストとデフォルト紙にはそれぞれ依存関係が設定されています。ここでこのリストをご覧いただければ、既にこのリスト詐には依存関係があることがわかります。これ,これらはコロンドル、フレックス、ドルで始まります。その後にパラメータもやリストオブバリューメを示すために、コロンダラ、フレックス、ダラの構文を使います。 これはオラクルが他のパラメータを参照する際に使うものと同じですが、ちょっと拡大してみましょう。条件が表示されるように拡大してみましょう。こちらにウェア劇があって、運用ユニットのパラメータが NULL あるいは HiNULL の場合、つまり運用ユニットのパラメータが入力されている場合、ベンダー ID はサプライヤーサイトに含まれている必要がありますとなっています。その運用ユニットで、そして今運用ユニットのパラメータはありません。 だから全てのサプライヤーが表示されますが運用ユニットのパラメータを追加できますその前に、えー、クエリに追加しましょうそれではここでやってみましょう組織ユニットのテーブルと組織 ID は組織 ID に取る C ですインボイスからのハノ 請求書の組織 ID ですね。これでうまくいくはずです。では、これをブリッツ推定プラットフォームに戻し参入しましょう。次にパラメーターが必要ですから、手で打ち込むのは避けたいところです。それでは、ここをダブルクリックして、こちらからオペレーティングユニットを入力します。他の多くのレポートで、急に奥のオペレーティングユニットがあるので、例えばこの条件文が適切なこの項目をコピーすることが可能です。 5番目の位置に最初に表示されるようにします。ですので、このように実行すると、ビジョンオペレーションズのオペレーティングユニットのサプライヤーだけが表示されます。それでは、ご覧の通り、ビジョンオペレーションズの運用ユニットからは20061件になります。で、別の運用ユニットを使う場合には、例えばこちらを選んでみましょう。ビジョンサービスにも供給業者がいるはずですよね。はい、今は異なる供給業者が見えます。今は44の供給業者だけです。 これが機能する仕組みです。さらに依存関係で一つの招待があります。複数の詩を使うことで、例えばビジョンサービスとビジョンのペレーションズを同時に使えます。そして今サプライヤー名は組み合わせとなり、表示されているのは K 人間による支給者です。これは両方の営業部門にある全てのサプライヤーを組み合わせたものです。 オラクルの標準機能ではできないことですが、私たちはあるコーツを使っています。例えばこちらのサプライヤーのリストで、コンテンツ関数を使い、t o ティ y を入れると見やすくなります。え、インネコンテンズ機能をここで使用しているので、a ンセ o m ンセイトイコール記号の代わりに使っているんです。イコール記号を使う力をお見,お見せしましょう。運用ユニット名は、運用ユニットパラメータの運用ユニット名と、 同じでなければならないという制限になります。この場合のように複数の運営、ユニットがあれば、これではうまくいきません。 たったインジをしたように、例えば複数の詞を持ち、ビジョンサービスも選択した場合、それはセミコロンで区切られた文字列になります。つまりビジョンのオペレーション、セミコロン、ビジョンサービスのようになります。それでこの場合、統合をそのまま使うともう機能しなくなります。操作単位の名前がその文字列に飛わしくないという仕事があります。なぜならその場合、文字列全体を保持するからです。そのため、コンティンツ関数を使用しています。 え、このユーティリティ関数を使用すると、アントで内部も調べることができます。つまりこれは基本的に正規表現の機能です。例えばここにレゲックスライクの使い方がありますので、全体の文字列を通して運用単位名と各要素を比較し、この複数チェ能が依存性で機能するので、ぜい、リスト性の依存性を利用する方法があります。それと同様に、デフォルト性でも依存性を使うことができます。例えばこちらでは、 第2請求書の被覆は最初の請求書の被覆からの依存性があります。ですので、ユーザーが1月1日と入力した場合、自動的に第2の請求書時服は1月31日までとなり、これは被覆範囲に関する見とも一般的な規制であり、デフォルト誌としてもよく使われます。例えば、 ユーザーが1か月分のデータを実行したい場合が多いので、この設定を解除しました。例えば入力すると、9月1日の場合、デフォルト設定はされませんが、皮付パラメータが2つある場合は簡単です。2番目のパラメータの予曲口にリストオブバリューがあるので、クリックするだけで入力する必要がなくなります。クリックすると自動的に最初のパラメータ2へからのデフォルト指揮が入力されます。そしてパラメータ名はアンダースコアを使って参照されます。 スーペースの代わりにアンダースコアを使うので、いや、ちょ、ここにある、ちゃんとはインボイスデイトフロムイムションをインボイスデイトフロムードだと書くんです。じゃ、それが参照の仕方です。例えば、パラメータ名の代わりに参照することもできます。例えば、やたでオペレーティングユニットに依存がある場合、で、ここにあるようなレキシカルの代わりに、オペレーティングユニットとして参照することも可能です。結局、かつ、さて、n を、t u b n は、h をレキシカルを参照する代わりに、うん インサーツ n ーティッエンオオン &HOHR オペレーティングアンダースコアユニットも参照することができます。でなぜならリストの手記の名前も参照できるからです。ここで規定数もメタを見て取れるでしょう。これはオ投的に処理されるためセレクトジュアルを使って書く必要はありません。ブリッツリポートは自動的にこれが関数であることを認識し、投的に実行しますのでジュアルからセレクトする必要はないのです。 ではもう一度役出しましょう。例えばこういう場合、これは state-100 または1100ですね。すると自動的にこのようにデータが入ります。複雑なクエリがある場合は全体のクエリを入力する必要はありませんが、もちろん set and non-select from dual をタイプする代わりに select ク,クエリをここに入れることもできます。例えばそういう力を見つけてみましょうな。それでは AP サプライヤーに乗ってみましょう。保存しましょう。 ここではデフォルト集がないようですね。a p チ請求書と名権に戻ってみましょう。こちらにはデフォルト集が設定されていますね。はい、これはダイナミックなんで、ここに SQL クエリも入れることができます。そしてここにはデフォルト推移が設定されています。 さて、このデフォルトシェイにはただ一つの趣味がありますが、統的に設定したいんです。つまり、これらのどれかが基本的にヌーラルの場合にのみ設定されるべきなんです。それがこのケースのロジックです。ここにさらにもう一つのポイントがあります。このパラメーターを見てみると、表示順序がマイナス10になってますね。表示順序がマイナス10というのは非表示を意味しています。つまり、オラクルの基準のように、表示したくないどんなパラメーターも隠すことができるわけです。 表示順序がマイナス10となっているため、分布選択基準が実行しに非表示になります。なぜなら最初に表示されるパラメータは減少名になるからです。ここで見る通りです。ネガティブな表示順はそういうふうに機能しますよ。もし表示順をカーにしておくなら、それは追加の SQL テキストや条件が必要な時だけに使います。 同じパラメータメアに対するウェール劇条件や追加の SQL テキストは別の機能があります。これはパラメータを隠すためのものではありません。パラメータを隠すにはマイナスの表示順序を設定し、異なる s q l 位置で追加の SQL テキストを持つには、表示順序がない追加のレコードを使用します。SQL の位置に関しては、えー、表示順番号のない追加レコードがここにありますがの、最初のレコードには表示順番号が必要ですね。これが違いです。に、ね、ほとんど全てを説明しましたが、 あの、まだ生きる立つかもしれない小さな詳細があります、ね。テストレポートに戻りましょうで。ここでパラメータを入力していて、他にさらに別のパラメータ等を入れた場合、表示順序が不足することがあります。もしもっと多くのパラメータを追加すると、ここで自動的にこの番号ジョークがデフォルトに設定されていますが、今後さらに4つ目に3つのパラメータを追加したら、それでは、 シーケンスの範囲が合わなくなったのは、やかわのナースはもはや C マンがないからです。でそのため、こちらのメニューからツルチャンネルを選択し、パラメーターの並び替え機能を使うと、パラメーターを統計化、10の距離で移動することができます。表示順序が足りなくなって再配置したい場合は、この機能が役立ちます。それでは、パラメーターの詳細と、詞のリストやデフォルト詞の動作についての紹介でした。ご視聴ありがとうございました。